バスク山脈、またはバスク山地はイベリア半島北部に位置する山脈。地理学的にはカンタブリア山脈の東部であるとされる。スペインバスク州とナバーラ州西部に位置する。スペイン北端部を東西に伸びるカンタブリア山脈とイベリア半島の付け根部分を北西から南東に伸びるピレネー山脈というピレネー半島を代表する大山脈のに地帯にあるのがバスク山脈である。 地質学者はこの地域をバスクの境界と呼ぶピレネー山脈の一部であるとされることもあるが一般的にはバスク山脈はカンタビリア山脈の一部であるとされるバスク山脈の内部には2本の平行する山並みが西から東に走っておりこの2本の山並みをバスク沿岸山脈バスク内陸山脈と呼ぶこともある2つの山並みの中間には 標高約500メートルのアラバ平原が広がっており、その中央部にはバスク州の州都であるビトリアガステースが位置する。アラバ平原の東部、ナバーラ州西端部のアルサス、アルサスアを中心とする地域はブルンダと呼ばれる狭い谷となっており、その南側にはウルバサ山地やアンディア山地などの高原が、北側にはアイスコリなどがあるウルキーラ山地や アララール山地が広がっている。ブルンダタにはビトリアガステースとパンプローナを結ぶ重要な交通路となっている。バスク沿岸山脈は大西洋と地中海の分水嶺となっている。沿岸山脈の北側の気候は穏やかな海洋性気候であり、エスパーニャベルデと呼ばれるスペイン北岸部の典型的な気候である。一方で沿岸山脈の南側やさらに内陸部では、 冬季は寒く、雪が、この地域は一般的に大陸性気候の特徴を有する地中海性気候であり、降水量は少なく、山脈の北側のビスケ湾沿岸部よりも冬季は気温が低下する。冬季の降雪はとても不規則である。11月から翌年4月までは標高700メートル以上の高地に雪が積もるが絶え間なく変化するビスケ湾の気象条件によって、 一気に積雪量が増えることもあり、その逆に暖かいフェーン風効果で数日のうちに高地の雪が溶けることもある。この突然の雪解けは特にアラバ県北部の平原に洪水を引き起こすこともある。ゴーブやアーキラエイスクーリララーアバッササルバダイスビル、バオサンセバスティアンビトリアガステイスバスク州における主要な産地アララール産地のチンドキエルニオイス山。 アラバ県から見たアラッツバスク山脈の沿岸部にある山地3階を西から東の順に上げる。これらの山脈は主に北側のビスカヤ県やギプスコア県と南側のアラバ県やナバーラ州を隔てている。バスク山脈の内陸部にある山地3階を西から東の順に上げる。これらの山脈は主に北側のアラバ県と南側のブルゴス県やら リオハ州やナバーラ州を隔てている。バスク山脈の山海は、ほぼ完全に石灰岩からなるが、その他の物質も見つけることができる。一般的に斜面は緩やかであるが、ハゲタカが住むような、急な石灰岩のピークや崖も多い。海洋性気候の植生が豊かであり、ブナ、オーク、カバノッ族、西洋ヒイラギガシ、ラジアータパインなどが生育している。ラジアータパインは、 人工的に植林されたものである。ありがとうございます。